ビルボードポッドキャスト MC の太田です。はい、6月の12日にでしたっけね、土曜日にネクストファイヤーフォーアワースペシャルを開催開催というか配信をいたしまして、はい、はい、およそ21万人以上の方ですかねがご覧いただいたということで。 はい、非常にありがとうございました。えー、ありがとうございました。はい。まあ、4時間ずっと見てくださった人いるんですかね。ね、結構あの、まリアルタイムで見てた方はね、まあ、ご存知かもしれないですけど、結構まあ数字もね、まあ、リアルタイムで出てて、まあ空、まあ多少ね、空数字の上下はありましたけども、でもいら、まあ、少なくともね、僕はずっと見てましたからね。空 <laughs> 空そうなんですけど。私もちょくちょく見てました。はい。結構ね、急に数字が 上がいやでもなんかあの出演者の方々やっぱりあのちょっとコロナの影響でなかなかライブができなかったり本当に久しぶりのライブだったっていう方々もいらっしゃったんで、はい、すごくそういったあのなんかアーティストさんの届けたい思いっていうのもなんか近くで見てて感じましたね。そうですね変態紳士クラブさんとか、うん 結構久しぶりだったんじゃないですか確かにね一1年一年4か月って言ってたかなねそうですよねすごい久しぶりだって言ってたので結構ステージ上であの躍動していただきまして、うん、<laughs> ねね盛り上がってましたけど、はい、会場では盛り,会場で盛り上がってましたけれどもはいはいはい <laughs> <laughs> もう日本、まあ、その日本のアーティストエ、まあ、ンターシースクラブ含め、えー、6組と海外からの アーティストさんの,そのライブ映像、うん、まあライブ映像って言ってもなんか自分の家なのかスタジオなのかちょっと分かんないですけどなんかそういうところでやっていただいた、ね、方オリビア・ロドリゴさんあん,あんまりオーロラの映像であったりだとか、うん、ちょっとね過去のネクストファイアの映像とかも優、まあ、リさんとか川崎隆也さんとブルームベースと谷幸さんの過去の映像とかも流しつつ4時間という長丁場でしたけども。 見ていいたたただき非常にあありがとうござまましたまたねあの、まあ、毎月ネクストファイヤーっていうのはやっていますので、はい、毎月ね、えっと、1アーティストなんですよね。毎月1アーティストをライブをしてたんですけども、今回4時間だったので、まあ、いろんなアーティストに出ていただいて、はいまた今後もね、まあ、レギュラーの1アーティストが出るネクストファイヤーもやっていきますので、ぜひそちらもご覧いただきたいなというふうに思っております。7月はお休みですけども、はい、8月から、ね、スタートですね。 8月からスタートさせますので、はいはい、ぜひということで、お楽しみいただければと思います。はい、では、えー、本日6月16日に公開いたしました、はい、ビルボードソングスチャートの、えー、トップ3をご紹介いただけますでしょうか。はい、ジャパンホット1 0 0第3位は米津玄師の「テイルブルー」、第2位は、BTS の「バターそして第1位は、乃木坂46の「ごめんね、フィンガーズ・クロスト」でした。 はいえー、ごめんね、f i n g e r s c ス o s t は、えー、CD の成立が70万4346枚ということで、えー、もちろんこれは CD の指標では1位と、で、ルックアップも1位ということで、2指標で1位になったんですね。他ダウンロードは15位で、動画再生は83位、Twitter は19位、ラジオが6位ということで、えー、総合収位を獲得しております。これは前のシングル、僕は僕を好きになるの、えー、CD の シングルセールスよりもおよそそうですね2万二万6千枚ぐらいですかね2万6千枚ぐらい多い数字になっておりますということでまあ70万枚ね売り上げると、うん、まあやっぱりさすがに1位にはなってきますよねこの時期でも,もこの時期というかまあこのコロナ禍でもやっぱり70万売れるっていうのはすごいですよね本当にそうですねはい70万そうですね <laughs> なんかこ今年度の初週のセールスでいうと2番目だったみたいですあそうなんですか、はい、シングルでですかシングルでああなるほどちなみに1位は何なんですかあ1位はあのスノーマンさんのグランドオールでしたあそうなんですねはいじゃあ今回2位が2番目の初動売り上げ初週売り上げ、ね、そうでしたね今年のはいいきなり大きいスタート シン,シングルでは切っているといった感じですね。うん、という、えー、乃木坂46のごめんね、フィンガーズクロスとか、総合の首位でございました。で、2位が、前の週は1位だったんですけど、今週2位は BTS のバタ、えー t e r ストリーミングがね、2週間前がもうおよそ3000万再生ぐらいだったんですけども、はい、まあ今週,当週は1613万再生ということで、まあ、減少していますけど、これでも、まあ、圧倒的な1位。 ストリーミングにおいても圧倒的な1位ですし、うんえー、動画再生も今週730万再生ほどなんですけども、まあ、これもまあ減少傾向ですけども、まあ、これも抜けている数字ということになっておりますので、まあ、今回、バターはストリーミングと動画再生とツイッターの使用で1位なんですけども、はいまあ、減少傾向であるものの、いまだに高い数字をまあキープしているなという印象ですね。はいはい、アメリカも、ね、アメリカのビルボール・ソングスチャートも ね、このバターが3週連続ですか3週連続で1位を取ってるということで、はい、3週連続って本当にもう本当にあにトップアーティストですよねいやトップアーティストってのは分かってるんですけどやっぱりチャートで出ると、はい、いやもう本当にに、ね、数少ないこの連続収益記録を持つアーティストのもう仲間入りしちゃってるなっていうのはうんうんそうですね ダイナマイトもね、あのアメリカのビルボードソングチャートで、えー、3週週を獲得してるんですけども、これ連続ではないんですね。まあ、バターは初登場から3週連続で1位を取ってると。あれですよね、だから日本のビルボードのチャートでも1位だったし、アメリカのビルボードのチャートでも1位だったっていう週があるってわけですからね。そうですね。今週はちょっと。はい、今週は2位でしたけども。はい、変わりましたけど。はい。アメリカも日本も1位が一緒っていう、なかなか。 稀なケースっってていいううのは出てたっていう感じですねこういう日本でもアメリカでも1位を同時に取るっていうのなんか BTS しかできなさそうな雰囲気はありますけど僕はうんあそう思うんですけどそれかなんかもう本当に世界中で大ヒットする映画の主題歌とかそういうとかなんか、ね、世界的ヒットの映画の主題歌とかぐらい かな<あ>可能性としてあるハタイタニックの主題歌みたいな感じですか <laughs> なんかもうあああの同時進行で全世界がすごい流行ってるみたいな映画がああなるほどね、うん、ああでもなんかねアメリカのね映画もなかなかもうちょっと映画感がね潰れたりとかしてますからね,ね<ー>だからやっぱりも今もなんかね配信でねやっちゃうみたいなそもそも,もう最初から配信ありきでやってたりするので、はい、なんかね そのアメリカと日本が同じ世界を動いているみたいなことってなかなか起きづらいんじゃないかなと思っている中、うん、BTS はねまあアメリカと日本だけじゃないんですけど人気なのはじゃないですそうですけどねはい、はい、もうちょっとその日本とアメリカの架け橋と架け橋って言ったら変ですけどどちらでも1位を取れるというなかなか軽有なアーティストになってますよねはいその BTS のバターが2位で3位が米ケン師のベイルブルーと ということになっておりますベイルブルーは今日ですか、6月16日に CD でもリリースをされるということで、はい、なのでまあ来週ね、その CD のセールスとか、まあ、ルックアップも含めですけども、そちらのポイントが入ってくるということになりますので、また順位的、まあ、チャートの順位的にもね、変動が出てくるんじゃないかなという感じですね。<あ>結構得点とかもね。あ,あ、そうですね。すいやいやいや。 えっとまあ得点とかもねいろいろ趣向を凝らした得点もあったりとかしましてですねパズルとかあったりそうですねねちゃんと色味も統一感がね綺麗なケースに入ったパズルがはいあったりとかしますので、まあ、CD のセールスとかも70万乃木坂の70万までいかないとは思いますけどあの多少ないともまあまだ数字を。 出すんじゃないいかななとは思いますけどもね、はいうん、なので、まあ、来週、まあ、そのポイントが入ってどうなるのかっていう感じですかね。ねはい、結構、この今回トップ3のヨネスケンシー、ペールブルー、BTS バター、乃木坂クスごめんね、フィンガーズクロストが結構まあポイント的にもあの抜けてるんですよね。4位が有利のドライフラワーなんですけども、はい、その4位のドライフラワーとヨネスケンシーペールブルーは、まあまあ、結構なポイント差が実はございましてですね。あのはい はいまあ、多少のポイント差があってですね。で、ペールブルとバターが、まあ、ちょっと、僅差とは言わないですけども、まあ、差としてそんなめっちゃ多いわけではない。で,うん、で、BTS のバターとごめんね、フィンガースクロスとは、まあ、ポイントは、じゃあ、ポイント差、まあまあありますけども、そのドライフラワーとペールブルほどの差ではないという感じなので、結構この上の3曲が特にポイントとしても抜けてるなといっ,った感じですね。うん、あ、まあ、相互のポイント数は <laughs>。 公開しててるかから別に言ってもいいか <laughs> <laughs> ドライフラワーのポイントのおよそ倍いかないぐらいがペイルブルーなんですね。はい、でそこから2000ポイント差で BTS のバターでそこから5000ポイント差でコメディフィンガースクロスとなので、まあ、やっぱり上3つが抜けてますよね。という、まあ、総合ソングスチャートでございます。はい、あとトップ20ですとね、えー、ヨルシカのまたサブローが総合の17位に、えー、チャートインを。 初登場ですね、えー。していたりとか、あと初登場ですと、TWICE、えー、の、えー、アルコールフリーが、えー、総合の20位に初登場しているといった感じになっております。ミニアルバムが、ね、リリースされますね、TWICE は。韓国、韓国というかまあ配信はされている状態で、まあ、ダウンロードはできる状態なんですけども、まあ、日本版の CD というのも7月リリースされる予定ですよ、ね。またそのあたりでね、まあ アルバムチャートもそうですけども、このアルコールフリーこう楽曲もいろいろ順位が変動してくるんだろうなといった感じですね。はい、はい。という総合ソングスチャートでございました。では、アルバムの方に移って総合アルバムチャートのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。はい、えー。ホットアルバムス第3位は、集まれ動物の森サウンドトラック BGM 集第2位は、東京事変のミュージック。 そして第一位はトゥモローバイトゥゲザーのザカオスチャプターフリーズでした。はい、ということで、まあ一位のね、えー、トゥモローバイトゥゲザーのザカオスチャプターフリーズ。まあ、今回は、えー、CD のセールスですね。今回が七万五千六百九十九枚。このポイントっていうのが非常に、えー、大きく牽引しての、えー、総合アルバム一位といった感じでございました。まあ、ちょっとダウンロードルックアップはね。 あの順位的には20位以下にはなっているんですけども、まあ、CD セーフスのポイントが大きかったので、総合のアルバムで1位といった形になっております。来週のカウントダウン t v ライブライブに出演するみたいですね。はい。まあ、そのあたり、チャートに影響が来るのかといった感じですかね。まあ、2週間後に発表するチャートで反映されるって感じですけども。で、2位は東京事変の、えー、ミュージック10年ぶりのアルバム、えー。こちらは、はい、10年ぶりなんですね、えー。こちらはね、ダウンロードとルックアップで1位だったんですね。 ダウンロード数が4363ダウンロード CD セールスも43599枚で2位なので、まあ、全指標上位ということですね1位か2位ということですから非常に高い、えー、バランスのいいチャートだったと思いますで東京事変は対照的に今週6月18日のミュージックステーションに出演されるということになっております、うん、10年ぶりですからね10年前ってストリー,、まあ、トリーミングアルバムはないですけど ストリーミングなかった時代ですもんね。そうですね。はい。ダうフンロードはあったなあ。<laughs> <laughs> あったから、もう全然、東京事変さんからしたら全然違うじゅ、あの、あれですね。時代というか。そうですね。作品で違う。そうですね。ね2011年ってことです2011年ってことですかね、10年前って言ったら。はい。東日本大震災とかあった年ですからね。 はい、はい、そ,うそうですねちょっと結構なんか YouTube でもねなんか料理番組やってるとかなんかよくわからないことをやってるんですけどえご存知ですか東京事変さんがはいえそんなのあったの <laughs> 最近ね公開されたんですけど料理番組の動画出してるんですよそれは知らなかったですちょっとあの見させていただいたんですけど普通に料理してがえっとねりんごさんももちろん出てるんですけど料理をしてるのは さんってあのドラマーの方なんですけど農業さの、はい、が料理をしてましたねでそれでなんか椎名林檎さんがあのあれを上沼恵美子さん的立ち位置にいて見届けているみたいな感じですよ <laughs> おしゃべりしながらあそうそうあのお,しおしゃべりしながらそうおしゃべりクッキングみたいな感じ <laughs> いやあんまほんまにそういう雰囲気でしたよへ <laughs> えー、っていう動画を出してですねなんか一応なんかニュース記事とか見ると金子信夫の楽しい夕食っていう 1990年前後に放送されてた料理番組をオマージュしてるんですけどらしいんですけど、はい、なぜオマージュしてるのかはよく,よくはわからないんですが <laughs> うんそうよくわからなかったんですけどまあとにかく料理をしてるという料理番組風な動画を出してるんですよねこれはなんかちょっと後で見てみます はい、そんなあの真剣に見る動画ではないと僕はまあそううでしょうね <laughs>、はい、思いますけど、はい、なんかええー、と思いながら見てましたね普通に料理動画見るのだけでも好きですからね僕好きなので、はい、じゃあもう一石二鳥やないですか一石うんまあそうですね、はい、<laughs> というまあそういうそういうこともやっているという東京事変でございましたということで、まあ、今週結構初登場が多い週としてねアルバムチャートは。 はい、トップ10のうち8つが、えー、初登場で、先ほど3位は「うん、集まれ動物の森」オリジナルサウンドトラック BGM 集がをと発表したんですけども、4位は「集まれ動物の森」オリジナルサウンドトラック、とたけ系ミュージック集インストルメンタル、えー、作品が、位に総合の4位にチャートインしてるということで、うん、集まりのだからサントラが3位と4位にチャートインしてるっていう形ですね。うん、ちょっっと僕は集まれ動物のの森をやってないので 帰宅さんもやってないでしょ <laughs> やってないですね。でも会社には2人やってる子を知ってますよ。あそうなんですね。やってる人を知ってるっていうね。<laughs> こっから話、こっから話は全く広がらないですけど。<laughs> <laughs> だから最初ね、だからトタケケって何と思ってしちゃいましたもんね。キャラクターですよね。キャラクターなんですよね。はい。すごい、でも。うん、ね一回、あの、アメリカのビルボードにも。 うん、集まれ動物の森の関係者の方の取材、取材、なんかインタビュー記事みたいなの載ってた気がするんで、あマジですか。うんうん、なんか、か結構 BGM も音楽的な結構特徴があったりするのかなあるのかもしれないですね。え、アメリカのビルボードでしょうん。へえー、なるほど。という、結構ね、ゲームミュージックとかもね、結構注目されたりとかね、しますよね。結構あの、アルバムのチャートとか見てると、トップ10の中に。 なんか何週間に1回ぐらいはそういうゲームの BGM 集であったりサウンドトラック集であったりとかはチャートにしてるんでやっぱりゲームって人気なんだなってその時に思いますけど、はい、世,界世界同時世界同時じゃないよ世界共通世界共通で楽しめるエンタメの一つですね,ねなんかねちょっと最近あんまりあんまり聞かないですけどフォートナイトでライブするみたいなこともありましたしねああ一時期ありましたねそうですねありましたし 最近のアルバムチャートだと、ニーヤっていうゲームがあってですね、NIER って書いてニーヤなんですけど、このゲームの,そのサウンドトラック集か BGM 集か、ちょっとちゃんとした名前を忘れましたけど、そういったアルバムもね、えー、チャートに入ってきたりとかもしてましたしね。ねえ、すごいや、うん。やっぱりゲーム、やっぱりね、ね子供の方っていうか、小さい方とかもゲームね、やったりするんで、やっぱそこからの影響ってでかいですよね、子供の時の影響って。 うん、ちょっと僕子供の頃ほとんどゲームをやってなかったのでその辺あんまり実感としてはないんですけど私もなんか私ゼルダの伝説の曲ぐらいしかわかんないよああな,なるほどね僕もパワープロぐらいしかわからないんでもうそっち結局ね結局もうパワープロかスマブラしかやってなかったような人間なのでああ<ー>そうそんなスマッシュブラザーズだっけ大乱闘スマッシュブラザーズですね、うん、えそんなあの あテーマソングあったったけスママブラにテーマソングはなかったと思うけど、まあ、だから今単純に僕が自分が子どもの頃よくやってたゲームを言っただけっていう、ね、ああパワープローと、えー、スマブラだからスマブラやってるけどゼルダはやってないみたいな感じですねキングダムハーツとかやってなかったあ全然本当にねやってないですよほんあ私も誇れるほどしやってないけどそうスマブラで僕ずっとリンク使ってたんですよ リンクってなんだっけえ,えゼルダのやつそうそうそうそれこそゼルダのやつです<ー>ずっとリンク使ってましたけどゼルダは一回もやったことがないんですよ <laughs> そういうね浅はかな人間なんですよ僕はまあそれぐらいゲームはが良かったす全然ス,ストーリー性のあるゲームをほとんどやってないんですよモンスターハンターとかドラクエとか、えー、そういうのも全然やってないですしもちろん集まれっていう前から動物の森をやってないですしホパワープロスマブラ<あ>大人になって 桃鉄とか、そんなんですね。あ、桃鉄は面白いって誰かが言ってましたけど。<laughs> 桃鉄は面白いですね。あ、面白いんですよね。面白いですけど、面白いですけど、桃鉄が面白いって。言ってる人って。<laughs> なんか、なんやろんこれは、かなり言葉に気をつけないといけないな。えーえー、なんか、頭良さそうな雰囲気を出してる人ですよね。いや、違う、違う。 桃鉄って何みたいな話で「桃鉄面白いよ」みたいなそういうことで言われたあそうはああよかったあんな面白いの知らないのみたいな、うん、いやあれはめちゃめちゃ面白いですけどね <laughs> でもなんか僕がも「いや俺桃鉄好きなんでいや桃鉄好きなんですよ」って方々に言ってるんですけど、うん、なんかそれを言うたびになんか誤解されてるんじゃないかみたいな気持ちになってくるんですよね。 誤解されてるっていうか、なんか、やっぱりゼルダが好きっていうのと。桃鉄が好きっていうのは、なんか違うじゃないですか。なんか伝わるかな、このニュアンス。うん難しいなたくさん。とある人に、はい、桃鉄好きなんですよって言われたら。はい。あ、この人、そういう人なんだ。どういう人やと思います。えー、えー、桃鉄、私わかんないんですよ。ごめんなさい。桃鉄あ、そう。あ、なるほどね。まあ、すごろくみたいなもんなんですけども。うん。 まあ、すごろくしながら、お金集めて、あの、その土地、その土地の物件を買って、さらにお金を儲けるっていうゲームですね。物件買ったら、利益が出たりするじゃないですか。うん。で、利益上げつつ、あの、貧乏神っていうリスクを避けつつ。まあ、うん、つま経営ですね。鉄道の経営をするっていうゲームなんですよあ。あの、悪いやつをたす、あの、戦うとかじゃなくて、なんか。頭を掴めながらやっていくゲーム、ね。そうそう、結構。<laughs> <ー>結構、頭を使うゲームなんですよ。 はい、先々のリスクヘッジをしたりとか、うん、将来的にあれを購入するためにちょっとお金をストックさせ,る <laughs> させないとかそういうことねだから自分が桃鉄好きなんですって言うとなんかそのインテリ感を出しちゃってるんじゃないかってこと,、ね、とは頭でっかちなやつだと思われてるんじゃないかとか少なくとも僕はそれをね毎回毎回危惧しながらでも好きな気持ちは変わらないんで恥ずかしいと思うことなく言ってるんですけど <laughs> えでも桃鉄めっちゃ面白いって言った子そんな そんななかった気がするから面白いんかなはい。私が頭でっかちなだけという。そう。それに関して。なるほどね。ここは大丈夫だと思います。ああ、そうですか。ということで、ちょっとね、なかなかゲームに疎い。二人がやってるところなので、集まる動物の森に関してはほとんど何も喋れないんですけども。ゲームと漫画疎いな。ゲームと漫画はほんとうといということで。ということで、ええ、まあアルバム。 アルバムチゲームに一人同士がさ、はい、モモテツのなんかそんなさ「うん、<laughs> 大丈夫大丈夫」とか言って大丈夫なんかな <laughs> <laughs> でも僕は桃鉄はやってますからねでもああそうかそうか僕は桃モ鉄モやってて割と結構強いと思ってるんであ<ー>あのコンピューターで佐久間っていうコンピューターがいるんですよはいまあコンピューターっていろいろキャラクターが選べるんですけどコンピューター対制で、ね、んか難易度に合わせて 難易度ド一ならこのキャラクター、二ならこのキャラクターであったりするんですけど、サクマっていうのが最強のキャラクターなんですね。はい。なんですけど、あの余裕で勝つんですよ。余裕で勝つんで。え <S S 1>、あ、うん、それはあのプレイヤー同士がやっぱり戦うってことですか？あ、戦います戦います。そうですね。そう、プレイヤー同士で戦って、プレイヤーの数が足りなかったら、コンピューター対戦でサクマを使うっていう。あー。PC、ーうんそう、コンピューターで。 サクマっていう最強キャラクターと対戦するんですけど、まあマジで負けないんで、<laughs> 絶対平均よりかは強いはずと思ってはいるっていう感じです。まあ実際に頭使ってプレイしてるってことですね。このなんか、あ実際そうですね。なんかなんかよくわからないそのいろいろ計算してやってるってことなんですね。いろいろ考えながらやってるっていう感じですね。だからたまにゲーム実況でモモテツをやってるゲーム実況の方とかいらっしゃるんですけど。 中には、なんか、プレイングに納得できなくて。はい。なぜか俺が怒ってしまうっていう会がね、時があったりするんですよ。<laughs> それぐらい思い入れがあるんですよ。僕は。<ー>桃鉄に関しては。だから、桃鉄に関しては。喋れるんですけど。動物の森は。ごめんなさいっていう。やったことないだけなんですけど。やらず嫌いなだけなんですけどね。はい。ちょっと。種類が違いそうですね。ちょっと種類がね。でも、なんか。でも、動物の森もさ、なんか。結構、あれも将来的なことを考えてるんじゃないですか。 かかけどお家作ったりするんじゃなないかなそうでしょお家作ったりとか,なんか作物育てたりとかうんでもあれも結構ね結構頭使いそうじゃないですかでもそんなあの勝負じゃないからねまあ勝負ではないけど <laughs>、うん、でも家作るのって大変じゃないですか想像力がそうですねまあか,かわいいしキャラクターかわいいあキャラクターかわいいですね、うんうん、なんかね、まあ、動物の あれは動物の森かな動物の呪、うん、術廻戦のね第2クール風、はい、ー,ーさんの歌ってる風夜して歌ってるビビットバイスのあのシーンをそのままねあの動物の森バージョンで作ったっていう映像を私見たんですけどすっごくかわいかったかわいかったやっぱりゲームの訴求力ってでかいんだなと思いますねねえはい,いやもう私たちでは語り尽くせないぐらいもう奥深い もう歴史もありますで、ね、<laughs> 好きな人本当に好きですもんね。ピク, <laughs> ピクミンとか好きな人本当に好きじゃないですか。ピクミンピクミン。あのピクミンあの,ンあの一個抜かれてあなただけについていくみたいなあのむ小学生くらいに流行ったやつ。流行ったやつ。ピクミン好きな人めっちゃい,いるくないですか熱狂的に好きな人あま。まだあれって、あ、そうなんだ。あ今は、今もあると思いますけど。 でもピクミン好きな人もね結構いたはずなんでダウンタウンの松本さんピクミンめっちゃ好きらしいですよ、はい、今でもや,やってらっしゃるのか今でもやってるかどうかわかんけどめちゃめちゃ好きでめちゃめちゃ好きってなった結果そのピクミンを作った任天堂の方とインタビューしてましたよええー、テレビでやってましたね対談するっていう番組が好きだったんだそれぐらいめちゃめちゃ愛を語ってましたピクミン愛を <laughs> 珍しいなのでやっぱゲームってすごいんですよ <laughs> っていう、ね、すごいアホみたいな結論になってしまったんですけどまあはいという感じですはいというアルバムチャートでしたはいそれはチャートでしたはいというアルバムチャートでしたということでえー、まあね来週も米 s 玄師の CD のリリースもありますし、まあ、BTS のバターも数字は この2週間にちょっと落ちてるというものの、まあ、落ち方もね、その下げ幅も少なくなってきてますから、はい、どの辺りでキープするのかなっていうところ、どの辺りで数値として落ち着くのかっていうところっていうのもちょっと結構見どころっていうか、うんまあ、チャートを見る上では注目のポイントなんじゃないかなというふうに思いますしね、また来週以降も、えー、チャートをご覧いただければなというふうに思います。はい、はい。ということで、ビルボード、ポッドキャストでございました。では、また。 来週ということで。それでは、さよなら。さよなら。